カルロス・ベイが所属。1991年4月4日から2000年7月29日までカーボベルデ共和国の第二大首相を務めた。ベイ側1949年10月21日にミンデロで生まれた。1990年にカーボベルデで民主化運動が起こり複数政党制が導入されるとベイ側野党である民主運動に参加し、1991年の 選挙で民主運動が政権を握ると、アントニオ・マスカレニアス・モンテイロ大統領の下で首相を務めた。モンテイロが参戦禁止規定によって、大統領選に出馬できなくなったため、米側、民主運動の候補者として立候補するために辞任した。2001年2月の大統領において、グアルベト・ドゥーロ・ロザリオを首相候補とし、野党のカーボベルデ独立アフリカ党のペドロ・ピレス。 候補と大激戦を繰り広げたが、わずか17票差で敗れた。2006年には再び大統領選に立候補したものの、ピレスに再度敗れ去った。ありがとうございます。